はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定仮面ライダーダイキャストカースペシャルです。はい、これはドライブビットに付属したダイキャストカートライドロンと同じサイズのダイキャストミニカーで、トライドロンのタイプテクニック、タイプワイルド、ライドマッハ、ライドチェイサー、さらにライドロン、外箱はこのようになってます。ではレビューしていきます。箱をパカッと開けるとこのように単体で販売されてるかのようなパッケージになってますね。はい、表紙はこうで、横を向けると各車両に関連するマークがあって、さらに簡単な解説も載ってますし、サンプル画像も載ってます。では5つ一気に開きましょう。せーので、はい、全部並ぶとこんな感じ。おー、さすがプレ版限定だけあってすごくよくできてますね。ビークル単体のボリューム自体はガシャポン版のダイキャストミニカーと同じサイズですけど、今回は専用台座もついてますし、名前も書いてあって、何よりダイキャスト成分が多い。テクニックに関してはこの辺もむき出しの合金アームになってて、重量がすごいですからね。超合金レッドレッシャーより明らかに重いです。では一つずつ確認しましょう。まずはタイプテクニック、全体はこのようになってて、後ろ側、横側、そして正面、さらに上側と下側。トライドロンのボディカラーとかホイールデザインはドライブピットのものと同じ仕様になってますので、全体の作り自体はすごく精密にできてますね。アーム部分はヒンジでこのように稼働しますから、少しだけ動かすことができますし、ネジを取っちゃえばこのように台座から外すこともできます。下側もちゃんとモールド入ってますね。で、6輪のコロ走行も OK。 台座があるとはいえ案外妥協なしですね。次はタイプワイルド、全体はこのような感じ。横側正面、上側下側。これでダイキャストミニカーのトライドロン3種類が揃いましたね。さらにライドマッハ、全体はこんな感じになってて、後ろ側、横側、正面。これも全体がちゃんとダイキャストになってますし、両輪ともコロ走行できて、色分けも結構細かいですね。66アクションを乗せるには、すごくちょうどいいです。本当にスケールバッチリですね。はい、ライドチェイサーはこうで、ぐるっと全体を見ると、こんな感じ。正面の骸骨部分は塗装がマットになってて、シート裏は、お、ちゃんと骸骨デザイン入ってますね。これもコロ走行はできますし、この辺は全部ダイキャスト。もちろん66アクションも OK です。そして最後はライドロン。全体はこのようになってて、横側、正面、上側、後ろ側も造形細かく入ってますし、ライドロン独自のガルウィングもパカッと再現されてます。はい、展開状態はこうで、座席側はこんな感じ。ここは軟質になってますから、挟んでも大丈夫。トライドロンと並べるとこんな感じ。赤いボディカラーとか、黒の差し色とか、シルバーのラインとかもそうですけど、配色は共通してますね。はい、アーツの RX と並べるとこうなります。さすがにサイズは小さいですね。そしてプレ版の公式ページでは、ドライブピットと組み合わせて世界観がさらに広がる、このように書いてあるんですが、パーツがはまるかと思いきや、そんなことはなくって、公式ページの通りにすると、ここにトライドロンを2つ置いて、さらに横にライドマッハーとライドチェイサーを斜めに置くと。はい、これで組み合わせ状態が完成です。まあ、組み合わせといっても、本当におくだりですね。これだったら、この辺のタイル部分にカチャッと置いた方が、あ、ここ、上にシフトカーを乗せる場所があって、シフトカーシリーズがバッチリハマりましたね。これを踏まえて、ここに適当にライドロンとか、テクニックとか、テクニックちょっと重いな。テクニックを下にして、二つ置いて、さらに、ワイルド。はい、だいぶ強引ですけど、こういう飾り方もできますね。まあでもこれだったら、ネジを外して各車両を置いた方がバランスは良さそうですね。はい、ということでプレ版限定ダイキャストカースペシャルを紹介しました。
どの車両もダイキャスト成分多めで、しっかり全体が合金になってましたし、ガシャポンダイキャストミニカーは基本シフトカー系しか発売されませんでしたから、いろんなのがあってよかったですね。以上、プレバン限定ダイキャストカースペシャルの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。